なんだおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持った奴がいる。距離4880。カカロットか。なんだ。何も。とてつもないパワーを感じる。何者か知らんか。言ってみるか。孫悟空とも違う。ほう。手強そうな奴がいるな。いつでもいいぜ。かかってこい。ゼッチリとゼッチリゼッチリほっ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 手強そうな奴がいるな。すぐに片付けてやる。ほっちりと、ちりと、ほっ、ほっ、ほっ、ちょ、ちょ、ちりと、はっ、ちょ、はっ、たまれ、ちょ、はっ、たまれ、ちょ、ちょ、ちょ、ほっ、ちょ、ちりと、ちょ、ちょ、ちょ、ほっ、ちりと、ちょ、ちょ、ちりと、その程度だったか。一体どこにやがるんだ。なんだこのパワーは。チッ、カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思って来てみれば、こいつナメック星人か。なぜこの星にナメック星人がいる。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらく威勢がいいな。ん、戦闘力322。こんなやつもいたのか。だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺を舐めるなよ。少しは楽しませてくれるんだろうな。なんだこいつのパワーは。ゼアチュッホッとゼアチュッホッとゼアチュッ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 チュチッ
その程度か。今度は俺の番かな。では技の見本を見せてやろう。もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。父親にそっくりだ。カカロット、この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた。おめえ一体誰だ。何者なんだ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。いいだろう、思い出させてやる。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめだ。タラメ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえやつらだ。おい、ここには月があっからなんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全てのサイヤ人は宇宙の塵と消えた。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット、お前のことだ。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどね。では後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。それ以上近寄ってみろ。ぶっ飛ばすぞ。
やれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんだこいつは。どうしたおじけついたか。おめえなんか兄ちゃんでもなんでもねえ。お前なんか帰れ帰れ。思い出せカカロット、サイヤ人の誇りよ。ところで貴様、尻尾はどうした。ずっと目に消えてなくなった。なんということだ愚か者め。そうだ君たち、今度の星を攻め落としたら次のターゲットはこの星だ。この星の奴らなど我々サイヤ人3人にかかれば、たったの1ヶ月で絶滅できるだろう。そんなことはさせねえぞ。その程度の力じゃ息子は守れんぞ。何？預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供は返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。ブルマ、ドラゴンレーダー持ってっか。そうか、ゴハン君の帽子のてっぺんの飾りドラゴンボールだったわね。よし行くぞ、一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。よし。ね。え？サンキュー。はあ、おい。あ、キントンよーい。おい、待って、
史上最強コンビ、囚われのご飯を救え。無事で行ってくれ。急げ孫悟空、ぐずぐずするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。ああ全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。でっけえ橋だな。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば息が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさいつでもいいぜ、かかってこい。警戒信号が。戦闘力710。どこだ。何あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と334。来やがった。貴様ら、一体ここへ何しに来た。決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。
ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それより、まさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。勝負ってな、ただ強きゃいいってもんじゃねえさ。かえ、うまいスピードだ。出てけ。強くしていってやるぞ。その程度の力なら仲間にするのはやめた。ただの足手まといになれそうなんでな。これまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔眼光殺法。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと、どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。やられるつもりはねえさ。お遊びはこれまでだ。よっ、
けがなかろう。その前にお前が死んでしまってはな。もうお遊びはこれまでだ。1330、全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。ちょっと疲れたぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしくこの星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。
お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出る。そらそら、もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ、貴様、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢高殺法。くそ、この俺がこんな奴らにやられるとは。たまにやがり。まさかカカロットのやつが己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。くそったり。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て、遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるいつ。1年、たった1年後だ。1年、さらに強い戦士が2人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。1年の間に せいぜい楽しんでおくんだな。なるほど、そういうことだ。悟空ってばお前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン、死ぬっちゅうな。結構嫌なもんだ。
ターナ。でも安心しろ、すぐに生き返らせてやっからた、あ、の、あ、あ、うわ、僕、あ、消えおったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。え、し、しかし神様だったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命を蘇らせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの俺が預かる。な、何？え、嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃、地球よりはるか彼方の宇宙のある星で。ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで修行させたく生身のまま伺ったわけです。どうか閻魔大王様、こやつを海王様のもとへ伺うことをお許しくださいませ。あーん、なるほど。天国へ行ける者、わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り海王様に会いに行くというのか。はい。よかろう。そんなに行きたければ海王様のところに行くがよい。ただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ。覚悟しておくのだ。結構厳しいんだな。分かった。ところでさ、オラのちょっと前にラディッツっちゅうやつが来た。ああ、確かに来たぞ。あいつは地獄行きじゃ、当然な。暴れなかったか。暴れた暴れた。暴れおったがこのわしが取り押さえてやったわい。強えんだなおめえ。おめえと来たが、あのな、わしは閻魔大王だぞ。
地球の神などより偉いんだ。分かっておるのか。要するにすんげえ強えってことだろ。全然分かっておらんな。強いのは当然だ。だが頭だって良くなければ務まらん。事務処理能力が肝心なのだ。事務処理？よし、この際だ。わしの仕事を理解できるようクイズを出してやろう。ほら、急いでんだけんどな。やっぱりなし。そんな態度では海王様には合わせられん。そりゃねえぞ。わかった、クイズやるよ。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい、それでは始めるぞ。全問正解しないと先には進ませんからな。正解だ。いろんな星々で暴れ回ったからな。当然地獄行きだ。ここまで暴れるやつはそうはおらんがな。よし、それでは次の問題だ。残念だが不正解だな。もう一度よく考えてみるのだ。正解、当然だな。わしの方がなあ。はい、その通りでございます。よし、それでは次の問題だ。その通り、正解だ。何者だろうが死ねばここに来る。お前の兄がそうだったようにな。では次の問題だ。やるの、正解じゃ。まったく、ドラゴンボールというやつには参るわい。一度やったわしの仕事がなかったことになるんだからな。まったく、誰が作ったのかのなあ、地球の神よ。それはその申し訳ございません。まあいいわい、次の問題に行くぞ。残念だが不正解だな。え？え？今5問目だぞ。何？ヒーフーミー。あら、ちょっと試しただけだ。
わしの過ちを見抜けるかどうかという、それが真の五問目だったのだ。さすがにちょっと厳しい言い訳ですな。ルパージラフィルイケ、聞こえたぞ地球の神よ。お前が死んだら地獄行きにしちゃおうかな。お許しください。さすが地獄耳、なんちゃって。お前ギャグのセンスないの。まあええわい、海王様のところに行くことを許可してやろう。お、サンキューエマノちゃん。お前やっぱりわしを尊敬しとらんな。そんなことねえよ。ねえです。まあええわい、さっさと海王様のところへ行ってこい。ではな、頑張るのだぞ。あ、よくわかんねえけど、その海王様っちゅう人に会ってくる。いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。誰なの？いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後にやつよりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺とやつだけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。わかったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。
あのガキめ、早速くたばっていないだろうな。妙なのが嫌がる。今のあいつには荷が重いか。始末するしかないようだな。ザコが手間を取らせやがって。雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。ままごときでは俺は倒せんぞ。
調子がねえ。終わりだ。さて、あの泣き虫のクソガキはどうなっているか。追い詰められて少しはマシになっているといいがな。お腹すいた、お腹すいたよ。あのクソガキだが、サイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力に欠けるしかない。チッ、一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。この辺りはもう探したか。この辺りか。この辺りはもう探したか。まったく世話の焼けるガキだ。この辺りはもう探したか。まったく世話の焼けるガキだ。この辺りはもう探したか。
まったく世話の焼けるガキだ。まったく世話の焼けるガキだ。この辺りか。せい、せい。一つでは足りんか。一度休憩した方がよかろう。この辺りはもう探したか。ザコがいるようだな。すぐに片付けてやる。ほっちゃっつぴやっちゃっつ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 やったまごときでは俺は倒せんぞ。
雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。トッチャチャッ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 ザコがいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。雑魚がいるようだな。これだけあれば十分だろう。休憩が必要な頃合いだな。雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。ほっ、チャッピア、チャッピア、チャッピア、ほっ、チャッ。その程度だったか。クソガキめ、世話焼かせやがって。
しいんだぞ。俺のサイヤ人の力なのか。とびつわはっはっこれほっちゃっちゃなんというのか。なぜあのガキを。ノゼルにチェットザハザ止まれ。完全に暴走していやがる。これではこちらの声など届くまい。実は見てないか。俺の攻撃は効いていんのか。いい加減にしろ。それこれでどうだ。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。空いてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。お肉食べたいな。何かいい匂いがするぞ。でもお肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど。見るほど若い頃の悟空そっくりだな。いや、あいつが言ってた特徴とも合っとるし。ってことはもしかしておみゃが悟空の息子きゃ。うん、僕孫悟飯。ほんではやんじろべ。悟空のやつとは腐れみてなもんだな。いや、ピッコロに目つけられるとはおみゃも大変だな。いや、いやな、俺もうブルマからよ、孫君の息子がさらわれて大変なのよ、助けてあげなさいよなんてガミガミ言われてまってよ。助けに来たってわけだや。でも迷ってまってな、全然おみやが見つからなくて困っとったとこだわ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、おみやさんラッキーだったな。いや、うん、
ここじゃ飯にも困るだがや。ええ、まあこの肉は俺の昼飯だからやれにゃけどな。俺が狩りを教えてやるでよ。あ、助けるってそういう。そりゃそうだ。お宮を連れ返したりしたらピッコロに殺されちまうでよ。とにかくそういうわけだ。狩りのコツはちゃんと教えるでよ。狩りのコツはこんなもんだぎゃ。そんじゃ早速実践だぎゃ。トミアには言う通り狩りをしてきてもらうでよ。鹿は果物のなってる木の近くにおるでよ。八郎兵衛さん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、はっ。鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。に見つからないように後ろから近づかないと。やっ、よし、ちゃんと全部捕まえたぞ。はっ、よこれなら大丈夫だわ。おめえなら一人でも生きていける。うん、うん、帰っちゃうの？これでもよ、今神様んとこで修行してるんだわ。あんまり長いこと抜け出してると怒られるでよ。そろそろ一度戻らにゃならんのよ。そうだったんだ。そんじゃ元気でな。すごい人だったな。食べるものはなんとかなりそうだけど、早く帰りたいよ。
なんだ、サイヤ人どもはまだ来ていないというのに強いパワーを感じる。確かめてみるか。孫のやつが生き返ったわけではあるまい。まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。どこのどいつかわからんが、敵であれば倒すだけだ。手合わせする。おい。うわ、ピッコロ。貴様、なかなかの力をつけたようだな。ああ、神様のところで修行したから。そうだ、ちょっと修行の成果を試させてくれないか。その様子では、やる前から結果は見えているがな。仕方ないだろ。俺は一度魔族に殺されてるんだから。魔族は苦手なんだ。ふん、情けないやつめ。だったらその少年ごと叩き潰してやる。かかってこい。くそ、俺だって。そうか、貴様とは一度手合わせしたことがあったんだ。そうだ、昔天下一武道会でな。どれほど成長できたか確かめてくれ。あ、どうした、その程度か。まだ また雑魚と呼ばれたのか。俺を見くびるなよ。大体分かった。少しはやるようになったか。おう。貴
様の修行は間違ってはいないらしい。俺だってやれる。二度と死にたくなければもっと鍛えるんだな。そうすれば多少の戦力として期待してやる。くそ、見てろよ、俺だって悟空と同じ無天老師様の弟子だ。絶対もっと強くなってみせるぜ。これは凄まじい木の塊だ。はっ、いや、はあ、ピッコロか。ふん、俺が感じたパワーの源は貴様か。俺の接近にも気づいていたと見える。ザコなりに鍛えてはいるようだな。随分な物言いだな。俺は貴様を信用したわけじゃない。いつか倒さねばならん相手だ。だったらそれが今でもいいだろう。ほう、貴様に俺が倒せるのか。俺は神様の下で修行をした。そういうことか。そしてその仕上げとして
強者と戦い修行の成果を試すように言われ地上に戻ったが、貴様が相手ならちょうどいい。俺の力を見せてやる。面白い。退屈していたところだ。相手をしてやろう。貴様は天下一武道会で孫と戦っていた。あの時の俺では孫の本気を引き出すことすらできなかった。炎光殺法くらいにしておくか。思ったよりやるな。玉よけくらいにはなりそうだ。せいぜい修行に励むことだな。この野郎、言ってくれるぜ。調子に乗っていられるのも今のうちだけだ。必ず貴様を倒してやるからな。やってみろ。おお、なんというパワーだ。おい、の
貴様。おい、やれやれ。いや、
ほう、見事な木だな。年輪を感じさせる巨大さだな。これは凄まじい木の塊だ。神のところになど用はない。目的地から離れすぎる。俺の感じたパワーの持ち主が貴様だと。そういえばそうだ。ちょっとし何卒業試験に。だがいつまでも修行の、うん、貴様は俺を知っているようだ。当たり前だ。お前が悟空と戦った天界一武道会に俺だって出ていたんだからな。なかなかやるじゃないかピッコロ。知らんな。生きがる余裕はあるようだな。なあ、ほっ、はあ、ちょ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 、ほっ、ちょ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 、そうだ。
様、人間の姿を借りた神に負けた男だ。自分の力不足を思い知る。それを言うな。くそ、はあ、破天荒だと。ここまでか。力の差を思い知ったようだな。おかしいな。こんなはずじゃ。バカめ、貴様が修行している間、俺様が遊んでいるとでも思っていたのか。少々強くなった程度で俺様に勝てるわけがないだろう。言われてみりゃ、そりゃそうだな。命があるあたり成果はゼロではないだろう。一から修行をやり直すんだな。ぐっ、ちくしょう。見てろよ、俺だってやってやるからな。そろそろあのガキの様子を見に行くか。いい加減甘さが抜けているといいが。これは凄まじい木の塊だ。あそこか。なんとかくたばってなかったようだな。
一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。めいたら、この調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、しっぽだ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。あ、おめは、海王、海王じゃ。え、お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違う車両サービスしてやろう。もしもし、あれ、誰も電話に電話。プッププッ、最高。え、な何、お前何しにここに来た。ほら、海王様に修行してもらおうと思って。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ。頼むよ海王様。そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才であるこの海王様をシャレで笑わせてみよう。え、オラがシャレをか。かいよ、かいよ、かいよ。そりゃ今わしが言ったやつじゃろ。やり直し。トンが吹っ飛んだ。プッププッププッ、くっ、笑った。海王様が笑ったぞ。くそ、お前ただもんじゃないな。
教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ武術か、それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。